は今日は練習終わりの芦澤響選手に来ていただきました。響選手、お疲れ様でした。ありがとうございます。今日の自分のプレーはどうでしたか？良かったと思います。どんなところが良かったですか？トーニングルシュートを見られたことです。もうすごいですね。シュート決まりましたか？決まりました。惜しかったですね。頑張ってください。コーチからどんなアドバイスをもらいましたか？その遠くでシュートを常にゴールを狙っているってことを覚えられました。もうすごいです。じゃあ引き続き頑張っていきましょう。はい。目標にしている選手はありますか？ネイマール選手です。ネイマール選手、どんなところがいいですか？なんかドリブルもパスも上手いし、いつでもなんかゴールになっているので、そういう選手になっていると思います。はい。じゃあ響選手もそういう選手になれるように頑張ってください。はい。お疲れ様でした。はい。